ドーンとボーンチェックしてみよう。こんにちは。こんにちは。まして、なかなかおしゃれなランニングウェアですね。 ありがとうございます。総歴どのぐらいですか？1年5ヶ月ぐらい。1年5ヶ月でもレースなんかにも出てらっしゃるんですか？はい、5キロ10キロ、マラニック出ました。フルはまだ、フルのマラニックで東京夢舞マラソンに出たんですけど、都内ずっと走ってたんですね。はい、ですか。なんか走っていて自分で気になるところとかあります？ちょっと膝が、マラニック終わってからか、ちょっとケアをしなかったからか、ちょっと違和感があったり。なるほど、分かりました。この後ね、はい、あのランニングフォームを私の方でチェックをして、はい、後でそれをお伝えしますので、はい、よろしくお願いします。板橋さんの修正前のフォームを横から見てみましょう。前傾姿勢で走るフォームが正しいのですが、板橋さんの場合体重が後ろに残ってしまっていますね。太もも前の筋肉でブレーキをかけている状態なので、効率の悪い走り方になっています。また腕振りでも肩甲骨からしっかりと引く動きができていないようです。今度は板橋さんのフォームを正面から見てみます。腹筋にうまく力が入っていないので、安定していない印象のフォームになっていますね。着地した瞬間に腹筋に力が入る正しい走り方を身につけるために、ワークアウトや意識づけをしっかり行いましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、変な癖はないんですけど、もったいないなって感じなんですよ。あのランニングする時って少しね、前傾をするもんなんですよ。でそれがあまりなくて、体が突っ立ったまま足だけ先に出してるので、それができるようになるとすごい楽になるんですよね。腕振りって自分で気をつけてます？はい、あの体幹を、はいはい、それはねよくできてます。はい、ちょっとでも一回チェックしておきますね。はい、肩の力抜いて肩甲骨を動かすんですよね。そうで、板橋さんね、こうやって肘をあまり前に出さないので、はい、すごくいいんですよこれは。ただし体がすごい突っ立ったまま走ってますから、あの腕振りの背中を意識しすぎると時々こういう傾向になるんですけど、あの腕振り背中って意識するじゃないですか。はい、だからこう突っ立っちゃうんですよね。走る時って必ず、まあ、主に骨盤なんですけど、骨盤からスーッと体が前傾すると倒れかかる力があるじゃないですか。はい、体がこうで倒れかかる力も利用して前に進むのが楽なランニングなんですね。でその時にお腹で支えなきゃいけないんです。でちょっとチェックしますね。へその下、この辺、はい、はい、倒れかかってください、少し前に。ここに体重乗っけていいですよ。もっともっともっと、うん、ちょっと苦手ですね。入ってないですね、入ってないですね。じゃあね、ここ持ってますから、はい、前に倒れかかってください。体まっすぐにしたまま。お腹に来てます？あ、なんか足に来てる感じ。あ、じゃあね、それじゃ良くない。お腹に力入ってないですね。はい、ぐーっと中に力入れたまま、お腹で支えるんですよ。はい、どうですか？あ、はい、お腹に来てます？はい、来てます。何回かやりますよ。はい、ぐーってもっと強く倒しますよ。はい、来てます？はい、お腹に支える。はい、こういう力を使うんですね、走るときって。あんまり意識したことないでしょ？はい、ないです。うん、はい、じゃあさっきもう一回いきますよ。今度はだいぶできるはずだ。体まっすぐ、そう。今入ってます。こんな感じです。はい、これ意識できました？はい、できました。そしたらこのストレッチやります。あ、これ硬いな。これは硬い。はい、力抜いてください。息吐いて、このままさっきみたいに倒れかかってみてください。前にスーッ、肩甲骨と肩が硬い、すごい。あ、そうなんですね。うん、ちょっとブロックされてますね。 OK、 ちょっと腕振ってみてください。だいぶ楽でしょ？あ、なんかすごい軽いんですけど。軽いでしょ、はい、それでは、はい、前傾意識して走ってみて、もう一回。軽くなった。そう。あ、いいですね、だいぶ良くなりましたね。じゃもう一つだけ、足軽く上げて後ろに踏ん張る。軽く上げたい。そう。ぐっと踏ん張ってください。この時ね、後ろの筋肉使うから、これで。あ、そうですね。うん、後ろが使えてないから。はい、どうぞ。はい、ぐっと踏ん張って。
はい、だんだん走りに変えてください。それを走りに前に前に走って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 、そう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 、はい離しますよ、はい、そのまま走って、そのまま走って、もういいんじゃないですかこれで。さて修正後の板橋さんのフォームはどう変わったでしょうか。サイドから見ると自然な前傾姿勢になっていることがよくわかりますね。その結果スムーズに体重移動ができるようになっています。腕振りでは肩甲骨からしっかり引くことができています。上半身と下半身が連動した効率的で理想的な走り方に生まれ変わりました。次は正面と背後から見た修正後のフォームです。着地した時に腹筋に力が入るようになりましたね。そのおかげで上半身が安定し足の動きにも良い変化が出ています。足の蹴り出し、そして引き付けがより力強くなっていますね。ストライドも自然に大きくなったようです。修正の前と後で板橋さんのフォームを比較してみましょう。腹筋に力が入ったしっかりとした力強い走りですね。しかもとても効率的なフォームになっていますので楽に長く走ることができそうです。それにストライドが自然に大きくなったことでスピードが上がっているのも大きな変化と言えそうです。板橋さんの夢だというホノルルマラソンではかなりの好タイムが期待できますよ。ぜひ夢に向かってこれからもランニングを楽しんでくださいね。